おはようございます。おたそそくてきまくん2期です。本日はですね、東京マラソンについてちょっと動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、なんでまずこう東京マラソン面白いかなっていうふうに思ってるか、取り上げようと思ったかなっていうところなんですけど、今年の10月15日にマラソングランドチャンピオンシップ、通称 MGC が開催されるわけです。で、パリ五輪に出場される選手が決まるという大事な年でございます。で、東京マラソンが、そのマラソングランドチャンピオンシップの、選考に関わっている大会の一つなので、東京マラソンからも、パリ五輪を狙っていくっていう選手がたくさん出場されます。まずはそこ一つ目の面白いポイントになってます。で、何がそこでさらに面白いかっていうと、個人的にはですよ。個人的にはまだ、有力選手が MGC 獲得していないっていう選手が結構個人的には多いかなというふうに思っていて、その選手が結構今回の東京マラソンに出場されると。なので、そういったところも踏まえて今年の東京マラソンがかなり熱いで、さらに多く出場されるプラス MGC に出場できるルールみたいなところもありまして、そこがですね、全員が早くいいタイムで走ればそのままクリアになるかって言ったら、実際はそうではない部分がちょっとあるので、なんかそのあたりも含めてね、東京マラソンの見どころみたいなところも含めてお話ができればというふうに思っております。はい。で、ちょっと今日の動画なんですけど、まずはですね、こう注目選手ですね、招待選手を中心にちょっとお話しさせていただいて、その次に注目選手ではあるんですけど、招待されてない一般参加の選手の注目選手みたいなお話させていただきます。で、最後にちょっと僕がね、こう MGC のルールとか絡めて、どういったところがこう面白そうになってるか、みたいなところを次お話しさせて、最後に、まあその後ね、こう感想だけになってしまうので、僕の中での、東京マラソンの今回の、日本人1位予想をね、理由とかも含めてお話しさせていただければというふうに思ってます。ぜひね、最後までお付き合いいただければというふうに思ってます。はい。ではですね、まずね、今回の東京マラソンの招待選手ですね。まず、こんな感じの招待選手がいますっていうのをバーンと貼っときます。まあいっぱいいるので全員紹介してしまうとちょっと時間が足りなくなってしまうので、まあちょっとね、かいつまんでと言いますか、個人的にちょっと気になっている選手を絞ってお話ししていきたいというふうに思ってます。まずはですね、日本人に絞った形で今回お話しさせていただきます。で、まずはですね、日本記録、現の日本記録保持者の、鈴木健吾選手ですね。はい。まあ一番注目されてるって言っても過言じゃないかなというふうに思ってます。日本人唯一の2時間4分台の選手ですね。で、東京マラソンも以前走っていて2時間5分台で走ってるので、非常にこう東京マラソンと相性がいいっていうところ、あとね、やはり今回と言いますか、すでにも MGC 獲得してるんですけど、東京オリンピックはちょっと出走することができなかったじゃないですか、コロナウイルスの関係で。なので、かなり次のオリンピックにかける思いっていうのはすごいあるかなというふうに思ってます。で、そう考えた時に今回東京マラソンに出場する理由って何かなって考えたら、やっぱりコンディショニングとか、ここである程度タイム出しておくとか、まあ、自信をつけておくみたいな形で狙ってるんじゃないかなというふうに思ってます。駅伝とかにはあまり今回鈴木選手今シーズンという言い方ですかね、出場してないので、ちょっと調子とかみたいなところわからないんですけれども、やっぱりね、なんて言うでしょうね、東京マラソンで自信をつけていきたいかなっていうふうに思ってるので、かなり積極的なレースするんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっと怪我とかそういう情報は今のところ僕のところにはないので、そのあたりも含めてね、どういう位置づけかっていうのにもすごい注目されてるかなというふうに思ってます。はい。で、2人目ですね、まあ言わずもがな大迫選手はやはり注目かなというふうに思ってます。やはりもうメディアとかも含めてもやっぱ一番注目を集めてるんじゃないかなというふうに思ってます。鈴木健吾選手の前の日本記録保持者になってます。東京オリンピック6位で、東京マラソンで2時間5分29秒っていう自己ベストを出しました。かなりすごいレースをした東京マラソンの方ですね。ガッツポーズしてゴール、すごい記憶に新しいというふうに思ってます。で、一度引退して復帰してますと。で、2022年の10月なので、昨年の10月かに、シカゴマラソンのペースメーカー出場して、その次にニューヨークシティマラソンで2時間11分っていう形で、まあかなり順調に戻ってきてるんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあちょっとあんまりこうメディアに情報出さない方なのでわからないんですけど、まあそんな感じです。で、尾行までにニューヨークシティマラソンのラップみたいなのは一応見てて、20キロ地点までは1キロ3分、その中で少しこうペースダウンをして、トータル2時間11分だったっていう形なので、ちょっと後半、まあ、疲れたと言いますか、ニューヨークシティマラソン結構タフな条件だったらしいので、なんかそのあたりも含めてどうなるのかなっていうふうに思ってます。で、一番ここが僕面白いなって思うところが、大迫選手がまだ MGC を獲得してないんですよね。なので、このレースで一発で、まあ、スケジュール的にですけど、一発で、
取らないといけないっていうところがすごい面白いところかなというふうに思ってます。で、パリ五輪2024年狙うっていうのは、まあ、ご自身が、引退から復帰されるときにおっしゃっていたので、まあ、そこも狙ってくるんじゃないかなっていうところと、次のね、ロス五輪も狙っているってところなので、まあ、そこも含めてどういう、レース運びをするのか、まあ、今回はやっぱり出たいと思うんですよね、オリンピック。なので、はい、そのあたりもすごい注目かなというふうに思ってます。はい。で、次ですね。これ全員いっちゃいますね。ちょっと絞りますね。はい。次、土方選手ですね。自己ベスト2時間6分台。で、東京マラソンも2時間8分台と、まあ、非常に相性いい、方かなというふうに思ってます。で、旭化成に、ホンダから旭化成に移籍した選手で、旭化成がね、ちょっと、あまりこう、MGC を獲得してる選手が多くないかなっていうふうに思ってます。この動画を撮ってる、2月12日段階ですね。では、鎧坂選手しか今、旭化成いらっしゃらないので、ちょっとね、そういう意味でも、こう、名門復活的なところで、頑張っていただきたいかなっていうふうに思ってます。すごく若いですし、マラソン適性あるかなっていうのは、鈴木健吾選手が日本記録を出した時のレースで感じたので、ちょっとね、そのあたりすごい楽しみかなっていうふうに思ってます。で、招待選手からの注目選手は僕の最後、吉澤優也選手ですね。はい。自己ベスト2時間7分で、常にこう安定したタイムを出してる吉田選手っていう印象があります。まあ、大学生の時からね、マラソンを走っていて、まあ、今回もどういう位置づけで走るかっていうのが本当にわからないっていう感じであるんですけども、ニューイヤー走ってからもしっかりこう好調維持してるようなイメージでございますね。2022年の10月ですね、に、海外マラソンで優勝してるので、かなりこう、力はつけてますし、自信もつけてるんじゃないかなというふうに思っております。大迫選手とも練習してるので、やっぱりこう、マラソンに対する、なんて言うんでしょうね、マインド的な部分とかもかなり、アドバンテージはあるんじゃないかなというふうに思ってます。おそらく東京初かな、ちょっと確認しますけど、なので、東京マラソンのね、高速コースでどういう走りをするのかなっていうのがすごい楽しみな部分になってます。はい。で、一般参加での注目選手ちょっとお話ししていきたいと思います。ちょっと、めちゃくちゃ今回、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、一般参加の選手ですね。一覧表が、PDF かなであるので、そこで、どんな選手がいるのかぜひ見ていただきたいです。参考記録ですね。マラソンに出場するための資格記録っていうところと、自己ベストみたいなのが記録で一覧になってるので、まあ、こんな選手いるんだっていうのをぜひ見ていただければと思うんですけれども、一般参加の選手もめちゃくちゃ有力選手多いです。本当に多いので、ぜひ見てください。はい。で、この中でもちょっとね、絞って4名ですね。気になる選手を、ご紹介したいなと思ってます。で、まずはですね、設楽悠太選手ですよね。まあ、言わずもがな、東京マラソンで日本記録を更新に対してね、今シーズンというか結構、少し前からですね、怪我に苦しんでて、まあ、駅伝にも、ホンダのチームとして駅伝にも出ていないので、ちょっとどうなるかわからないかっていうところですけど、やっぱりね、こう、なんかちょっと表現難しいんですけど、こうゾーンに入ったと言いますか、高速レースの流れに乗ったらもう、なんか誰にも止められないみたいな形で、狙ってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、MGC の条件としては、ちょっとこの後詳しく話すんですけど、2時間8分ギリでね、しっかり、一発で、こう、文句なしで MGC を取ってもらいたいかなというふうに、思っております。はい。東京マラソンも相性いいと思うんですよね。はい。で、続いてですね、宮脇選手ですね、僕は。押してます。まあ、まずね、ちょっとね、大前提として、同郷、長野県というところですごい押してるんですけど、まあ、1万メートルのスピードも少し前になっちゃうんですけど、27分台持ってますし、やっぱり、トヨタっていうチームが、僕はですね、マラソンのノウハウがすごいあるんじゃないかなというふうに思っていて、今回の、この撮影してる段階ですね、2月12日段階で、西山選手、丸山選手、大石選手なんですかね、コーチ、大石選手と、松本選手と、すでにこう、MGC 決めてる選手も非常に多いので、で、なんなら、こう、大阪マラソンで、服部選手も決めるんじゃないかなと、個人的には思ってます。ちょっとまだ終わってないので分かんないんですけど。っていうところで、もうマラソンの経験豊富な選手、すごい多いので、まあそういった部分も含めてね、もともと力のある選手ですし、東京マラソンでもね、2時間サブ10達成してるので、今回もしっかりね、記録残してくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、ちょっと SNS 上の情報になっちゃうんですけど、服部選手と共に合宿を今張ってるようで、少し前かな、張ってるので、まあそういったところでもね、怪我なく順調に練習を詰めてるんじゃないかなっていうところで、宮脇選手、来るんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、続いてですね、3番目ですね。一般参加で3番目。はい。中村翔吾選手です。皆さんちょっと中村選手が MGC まだ獲得してないっていうのをご存知でしたでしょうかっていうのをまず問いたいですね。はい。で、まず、今回の東京マラソンって、かなりエリートに絞られてるわけなんですよね。出場が。で、そのために中村選手が持ってる、マラソンの記録っていうのが、MGC、前回の MGC なので、東京オリンピックの代表を決めるレースの時の、
レースになるので、かなり少し前の記録になってしまうっていう言い方ですかね。ですなので、なんて言うんでしょうね。なかなかこう、どうなのっていうところがちょっとわからないっていうところですね。怪我みたいなお話も少し聞いてるので、まあどうなるかわからないかなっていうところではありますが、最近ね、ご結婚されてお子様も生まれたっていうところですごい、頑張ってほしいなっていう感じでございます。で、まあちょっとね、その子は置いといて、やっぱり中村選手、ロードの強さめちゃくちゃ定評があると思います。今もおそらくまだ大八木監督とこう練習を一緒にしているような形だと思うんですけれども、でこう自己ベスト更新を多分中村選手の場合狙いに行くっていうよりは、しっかりこう着順を守る走りっていうのがまだ学生時代からすごい強いと思っていて、先ほどの僕が名前を挙げさせていただいた設楽選手とか、宮脇選手はおそらくタイムを狙っていってタイムで取って、MGC みたいなことがあるかなと思うんですけど、個人的に中村選手は、集団の中でレースを進めていって着順が動くところでしっかり動いて着順を取って MGC 取るんじゃないかなっていうようなことを予想を糧にしてます。はい、やっぱり ラストマラソンでのロードレースでのラストの切れ味っていうのは健在だと思うので、着順でね MGC 決めてくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、でちょっとねこれ最後4人目なんですけど、個人的にはねコモディーの金子選手を僕はね期待しております。ちょっと個人的にこう進行があるみたいなところもあってちょっと推してるんですけど、まあ、この動画を撮ってる2月12日段階で62分台ですね。山口の実業団ハーフで62分台で、まあ、時期的におそらくなんですけど、調整で出てるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、全力でこう出してるっていう感じではないかなというふうに思ってます。で13分台28分台持ってまして、まあ、すごいね長い距離に強い選手なんですよね。学生の時からって言ったらあれですけど、着実にこうメキメキ力をつけていって、マラソンの経験も結構豊富なんですよ。で今までいろんな大会とか出ていて、結構前半からこう突っ込んでいくみたいなレースを結構されていて、あと海外レースで3着に入ってるんですね。ちょっと載せときます。はい、でそういうので順位を狙うのもできますし、こう前半から突っ込んで、まあ、ちょっとね今ね前半突っ込んで後半粘りきれなくてちょっとMGC のタイムに届かないっていうケースが非常に多いんですけど、今回はねちょっとワイルドカード的な形で条件クリアして MGC 取るんじゃないかなというふうに思ってます。一応2レースの平均が2時間10分以内であればワイルドカードっていうことになるので、今持ってる記録は2時間11分39秒なので、計算してちょっと載せときますね。このタイムを切ればちょっときついかもしれないんですけど、ぜひね狙っていただきたいかなというふうに思ってます。コモディーだれね、ちょっとまだ MGC 獲得した選手がいらっしゃらないので、ぜひ第1号になってねこう沸かせてほしいなって思ってます。東京マラソンの当日はね、コモディーだのユニフォームの選手にねぜひ注目していただければというふうに思ってます。はい、いやもうほんと上げたらキリないのでちょっとこの辺にしておきます。ぜひ皆さんもねPDF のファイル見ていただいて、あこんな選手いるんだ、この選手注目だなみたいな、ぜひね皆さんもコメント欄で書いていただければというふうに思ってます。はい、でここまでが一旦僕の気になってる選手とか注目選手っていう形で、ちょっとこれからお話しするのがすごい面白いところかな、注目ポイントですね。東京マラソンのここ見たら面白いよっていうところをお話しさせていただいて、ちょっとまずですね、MGC 選考のルールみたいなところをちょっとここにポンと載せておきます。はい、で項目の3つ目と4つ目ですね、シリーズ1シリーズ2で重複が生じた場合繰り上げは行わないっていうのがまず3項目のところと、4項目のところで指定の大会でグレードに定められた着順に MGC ファイナリストが入った場合繰り上げは行わないっていうのがまあルールとしてあるんですね。というのはつまりどういうことかと言いますと、例えばですね、大迫選手が2時間8分30秒台でゴールしましたと。ただ、日本人の着順としては6番以内だったっていう形だと、大迫選手は、MGC を獲得できないんですよ。これ合ってますよね。ちょっと間違ったらすみません、テロップ入れておきます。はい、獲得できないんですよ。でなぜかというと、上の着順に MGC をすでに持ってる選手がガンと入ってしまったら、大迫選手としては早いタイムでゴールしたとしても、まあ2時間8分切ればクリアなんですけど、8分30秒とかそのくらいでゴールしてしまうと MGC は取れないということなので、まあ、ちょっと大迫選手視点で考えてしまうと、まず日本人6位以内に入って2時間9分以内もしくは3位以内で2時間10分以内に入るっていうのをまず目指すと思うんですね。ただ今回の東京マラソンってそれめちゃくちゃ難しいと思うんですよ。というのもかなり速い選手で MGC 獲得してる選手がめちゃくちゃ多いで、なおかつその選手が記録を狙ってくるってなったら、大迫選手がさらにこう上位に行くってことがかなり難しくなってくると思うんですね。で、一発でクリアする条件としては2時間8分を切ればクリアになるので、大迫選手としては
8分を切らなきゃいけないか、順位を確実に守りきって、なんだろうな、順位を取らなきゃいけないみたいな。これは大迫選手に限らず他の選手もそうなんですけど、っていう形になってます。なので、記録を持っていない選手に関しては、前半からというか、マラソン今回に関してはかなり攻めなきゃいけないっていう状況になってると。これが非常に、僕は面白いかなというふうに思ってます。で、もう一個条件として時間8分以内っていう条件があるので、8分を切れば、基本的には OK になるっていうような形、一発でクリア MGC っていうようなイメージになってます。で、ちょっといろいろややこしくなってしまったんですけど、結論、8分以内で走れば問題ないと。ただスローペースですね、スローペースで2時間、スローペースって言っても2時間9分とか10分になったとしたら、MGC まだ持っていない選手は順位に気にしながら走らなければいけないっていうことになるんですよね。9分10分になったら絶対6番以内に入らないと MGC 取れないので、かなり難しくなってるっていうのが、この MGC の選手を繰り上げ対象にしないっていうルールが今回非常に面白くしていると思っています。何が言いたいかっていうと、MGC 持ってる選手がめちゃくちゃ出るのに繰り上げにしない、だから、MGC 持ってない選手は順位狙わなきゃいけないっていう、これ伝わってますかね。はい、ちょっとぜひで見ていただければというふうに思ってます。はい、で、MGC ね、持ってる選手も多分高速レースを希望してると思うので、高速コースの時もありますので、なんかそのあたりでね、こうバチバチになるんじゃないかなっていうところが、非常に面白い展開を作ってるかなというふうに思ってます。はい、ちょっとね、僕の解釈間違ったらぜひコメント欄とかで教えていただければなというふうに思ってます。はい、というところで、ちょっと注目選手と注目ポイントですね、面白いポイントぜひお話しさせていただきました。で、最後にですね、かなりこう大混戦、さらには高速レースが予想される東京マラソンの中で、僕の日本人トップの予想ですね、ちょっと日本人でトップで大変恐縮なんですけれども、まあちょっと最後お話しさせていただきます。で、日本人トップはダラ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 ダン、僕は細谷選手来るんじゃないかなというふうに思ってます。自己ベスト2時間6分35秒で、シカゴでも2時間8分台と、かなり安定して力発揮してる選手ですね。で、今年こうニューイヤー駅で見た方とかだと、黒崎播磨めっちゃ来るんじゃないかみたいなお話とかも結構されてたと思うんですけど、それくらい黒崎播磨の大エースに成長した選手です。で、今ねアシックスがかなり勢い来てるので、まあ、おそらくアシックスのシューズで細谷選手出走すると思うんですけど、まあ、そこもねすごいこうアシックス勢の勢いがパンと来るんじゃないかなっていうところで非常に楽しみになってます。ちょっとね、今回の東京マラソンのレースの位置づけっていうところがちょっと細谷選手の状況が方がわからないのでないんですけど、まあやっぱりね、 MGC 獲得してる選手は繰り返しになっちゃうんですけど、記録を狙うと思うので、すごいこう攻めの走りするんじゃないかなというふうに思ってます。で、琵琶湖で6分台、シカゴで8分台、福岡国際でも8分台と、こうマラソンの結果常に安定している選手ですと。で、八王子ですね、今年の11月か、昨年の11月で27分台で、ニューイヤー駅伝でも最長区間、エース区間の4区で区間2番と、もうかなりもう絶好調と、もういうところでございます。はい。で、まあ、海外でもね、鈴木健吾選手、大迫、川内に続いて、細谷っていう名前が出るくらい、ちょっとツイッターのあれ貼っときます。くらい、かなりこう知名度がある選手になっているらしいので、まあ、それだけね、なんて言うんでしょう、海外にも名が轟いてるという状態でございます。で、個人的になんで、日本人トップに上がってくるんじゃないかって思ったのが、まあ、今までの実績も含めてもそうなんですけど、僕はですね、大迫選手と同じくらい、こう自分のキャパシティをコントロールしてレースを進めるのがすごい上手な選手だかなというふうに思っています。で、だから安定して結果出せると思っていて、で、なんでそれを思ってるかっていうと、鈴木健吾選手が日本新記録を出した、琵琶湖毎日マラソンのレースですね、があるんですけど、このレースって、鈴木選手が30キロ以降でバーンとペース上げて、藤川選手がついて、まあ、最後粘って2着で藤川選手みたいな感じだったんですけど、実はその時に3着4着でついてたのって実は細谷選手じゃない選手がついてたんですけど、結果的には、細谷選手が3着で入っているっていう結果だけ見るとそんな形になっていて、細谷選手ってその時にかなり後ろの方で冷静にこう状況を見極めて、しっかり最後順位を拾っていって、一時は離されたんですけど最後3着でゴールするみたいな、なんていうんでしょうね、ペースのコントロール、体力をコントロールして走れる能力が非常に高いと思ってるので、今回もね、外国人選手も多いので、かなりハイペースになったりすると思うんですよ。その中でこう自分の力を見極めて、どういう風にレース進めていくか、惑わされずに進めていくかっていう能力が、非常に高いんじゃないかなというふうに思ってます。で、大迫選手もこの能力、僕は非常に高いと思ってるんですけど、まあね、ちょっと大迫選手はこう引退明けっていうところで、まあ確実にどういう走りするか分かんないんですけど、
そういったところでもちょっとね、細谷選手が日本人トップ来るんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱりね、こう、メディアとかはね、大迫選手が日本人トップの大本命だと思うんですけど、まあちょっとね、そういったところも含めて僕はね、細谷選手をぜひ押させていただきたいというふうに思ってます。はい、ちょっと長くなってしまったんですけれど、ぜひね、皆さんのこう、東京マラソンの見どころであったりとか、まあこの選手が日本人1位になるんじゃないかとか、そのあたりも含めてね、タイムもこのくらい出るんじゃないかみたいなのもね、ぜひコメント欄で書いていただければなというふうに思ってます。ちょっとね、長い動画になってしまったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、東京マラソンもね、あと少しです。盛り上がっていきましょう。では。